マフラーは、同じものを渡すというのも芸がないでしょうか。耳当ては確か自分で新しいものを買っていましたわね。はるかちゃんにプレゼントする手袋、こっちのポンポン付きミトンにするか、それともお花のワンポイント付きの5本指にするか。実用性を重視するなら5本指の方が。すみません、余計なことを。実用性、そういえば今度クラスメートとお出かけするって言ってたっけ。使いやすい方がお出かけ先でも困らないかも。よし、5本指の方にしよう。ダイヤちゃん、アドバイスありがとう。いえ、よろしいのですか。私が勝手に口出ししてしまったことですのに。うん、実用性って大事だし、それにはるかちゃん、最近服も髪型も大人っぽくするのにハマってるみたいなんだ。ダイヤちゃんのアドバイスでそれを思い出せたから、五本指のデザインの方が大人っぽくてかっこいいし、はるかちゃん喜んでくれると思う。そうですか、お役に立てたのでしたら嬉しいですわ。私もルビーが喜んでくれるものを贈りたいですわね。ルビーが一番何を必要としているのか。そうですわ、あれにしましょう。お待たせー、ほい、ホットココアでござーい。ありがとうございます。すみません、ごちそうしていただいて。いいのいいの、ダイヤちゃんのおかげで素敵なプレゼントが買えたからね。これはそのお礼だよ。では遠慮なく、いただきます。暖かい、甘くて美味しいですわ。冷えた体が芯からほぐれていくようです。温かい飲み物は心も穏やかにしてくれますわね。この感覚、ルビーにも届けてあげたいですわ。かなたちゃんもはるかちゃんと温かい飲み物でまったりしたいな。それでは私たちの妹のもとへ帰りましょうか。うん、今日は本当にありがとね、ダイヤちゃん。そういえばルビーちゃんへのプレゼント何にしたの？タイツですわ。今まで履いていたものは転んで穴を開けてしまったそうですから、裏起毛で保温性も抜群です。実用性バッチリだね。ええ、これならきっと喜んでくれると思います。早く渡したいですわ。待っていてくださいね、ルビー。